さあ、本日も始まりましたレインボーフレーズ軍団 VS ハギワギ軍団。おっと、いきなりやられてしまった。操作者がやられてしまった。どういうことだ、なんということだ、恐ろしいことが起こってしまった、うん、なんと操作者のジョー君がやられてしまったとさ、これはどうなるんだ。レインボーフレンズとハギワギ軍団が動くのか動くのか動かないのか、どうなんだどうなんだどうなんだ、さあどうなんだどうなんだ、これは一向に動く気配がない。この回は神回になるぞ。さあこのまま寝るのかどうなるんだ。カウントダウンが始まってる。何も始まらない、これはやばい、動かない、千日手状態、これは大変である。再試合でしょうか、これはどうなるんだ。これ全部する、そうね。さて走者差が入れ替わるぞ。なんと、お、現れた。しかし、いきなり起きて、ハギハギ軍団と、レインボーフレーズ軍団をむちゃくちゃにしてしまった。これはどういう状況だ、どういう状況だ、もう何も残っていない。さーて、これは何ということだ。人間の恐ろしさが、今、まさに、紹介されたのが、一番恐ろしいのはレインボーフレーズ軍団でも、ハギハギ軍団でもない。この5歳の少年で、なんという強さだ。ハギハギ軍団をぶち倒した。そしてレインボーフレーズ軍団のパープルとブルーの足を匂っている。さあどういう状況だ。おっと、起きれた。なんと全員画面から退散。なんという恐ろしさだ。これは大変な回になってしまった。お人形も怒っている、お人形も怒っている、確かにそうだ。こんなにむちゃくちゃにしたら人形さんに後で叱られるかもしれないぞ。良い子のみんなは真似しないでください。さようなら。